中学入試図形の見方が問われる一筆書き問題おまけ問題付きです。では始めましょう。図で丸印をつけた角の和は何度ですか？では解説をします。右上の長長型において左の三角形の外角定理よりあたしイイコールを、右の三角形の外角定理よりうたすえイコールを、よってあたすイイコールうたすえが成り立ちます。これを利用して問題を解きます。150度の隣の2つの角は30度です。2点 BC を結ぶとき、図の赤枠のように長長型ができるので、丸を図のように移動することができます。また2点 GF を結ぶとき、青枠のように長長型ができるので、丸を図のように移動できます。ここで丸は紫枠の2つの三角形の端に集まったので、その角度の合計は右上のようになり、300度が正解となります。おまけ問題です。算数問題。図のような三角形 ABC において、点 D は BC の真ん中の点です。角 A の大きさを求めてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題の解説をしていますので、概要欄の URL からご覧になってください。